今月、所沢市で起きた強盗致傷事件で逮捕された実行役の24歳の男が逃走中に特殊詐欺に関わった疑いで再逮捕されました。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、住居不定の会社員、森田力也容疑者、24歳です。県警によりますと、森田容疑者は先月30日から2日間にわたって、 仲間と共謀して、三郷市に住む七十代の女性に。三男を名乗って、嘘の電話をかけ。現金百五十万円と。キャッシュカード三枚を騙し取った疑いが持たれています。その後、カードからも。現金が引き出されていたということです。森田容疑者は。今月一日に。 所沢市で起きた強盗致傷事件で現場から逃走し、公開手配されていましたが、その後、新潟県内で逮捕されていました。捜査関係者によりますと、森田容疑者は、宮城県や北海道などに移動していて、逃走中も、人性の高いアプリで指示を受けて、特殊詐欺の受け子をしていたとみられています。警察の調べに対し、森田容疑者は、 荷物は受け取ったが中身は知らなかった。逃げるために必要な何かが入っていると思ってやったと容疑を否認しています。警察は余罪がある可能性もあるとみて慎重に捜査しています。